あ、ねえねえ、私のお悩み聞いてくださいよ。あ、そうだそうだ、花ちゃんのじゃあお悩み聞きましょう。私ね、うん、もう21ですよ。そうか。なのに、うん、色気というものが全く出てこないんですね。おう。なので色気を出すにはどうしたらいいんでしょうか。どうしたらいいか、色気を出すには、うん、でも俺花ちゃんは色気ってさ、なんか種類がない？色気の種類、うん、なんかさ、何ですと、何、いわゆるこう妖艶な女性、はい、見るからにもう、あ、色っぽいですっていう、ワイングラスが似合いますみたいな。おお、そうです ね、 ね、いますね。大人の女性っているじゃないですか、はい、でもそれじゃない、いわゆる可愛らしいな、守ってあげたいなって思うような色気もあると思うんですよ、僕は。そんな色気あります？うん。で、僕はどっちかっていうとそっち派なんですね。おぉ。何の話をしてんだ、俺、これ。よくわからない。なんかだんだん、俺よく、だんだんよくわからない。なんで俺こんな話をしてんのかよくわかんなくなってきちゃったんだけども。あ、わかりました。ね、だから、グラマラスな女性よりかは、可愛らしい方がいいと。そうそうそう。はいはいはい。そういう、だから、いわゆるその、まあ、花ちゃん的には、こう、なんていうの？花ちゃん、マシュマロプリンセスじゃないですか。ん、ね、マシュマロプリンセス、いわゆるマシュマロプリンセスですよ。どういうこと？まあ今考えたんですけど説明して、マシュマロプリンセスを。え、なんかふわっとしたお姫様な印象、まあそのまんまなんだけど、うん、なんかちょっとふわふわっとした感じのお姫様っぽい感じなんですよ、僕の印象ね。ふわっとしたお姫様続けてください、ね、はい、そう、だからそういうところの色気っていうのがを追求していくといいんじゃないかな。だからわざわざこう大人の女性っぽい色気を追求していくんじゃなくて、花ちゃんには花ちゃんの魅力があるよっていうことを僕は伝えたかった。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、何何、これ口説きになるの、これって、うん、なるの？なんで満場一致でうなずかれてんの。違いますよ、これは違う。リスナーの人にそうですよねっていうことを伝えたかったんです、僕は。花ちゃんの魅力っていうのはそういうとこ、大人の魅力、色気とかそういうとこじゃないよねっていうことをリスナーの人に呼びかけたんです、僕は。ね、そうだよね、ほらほら、みんな今、みんな今、うんっつったよ。ちょっとね、恥ずかしくなってきた。いや、わかりました、うん、だから自分を磨けってことですね、じゃあね。そういうことになるのかな、うん、そうか、じゃあちょっと頑張ります、はい、そういう色気が出てきたら教えてください。あ、わかった、母ちゃん今来てるよ、来てるよっつって、母ちゃん今来てるよ、はい、色っぽいよっつって言います、じゃあ、はい、じゃあリスナーの皆さんもそう言ってあげてください、言ってください、はい、はいはい、じゃあ僕も頑張って打率上げるように頑張ります